君が代の国家の由来。明治の初年、戊辰兵として薩摩の武士四大隊ばかりが東京に召され、郊外において連兵を行った。ある時横浜で新兵の新兵式が行われ、東京からこれに臨ませられたが、当時軍学科として我が国一定の唱歌がなかったから、後の元帥公爵大山勲、その他の隊長連が合意の結果、君が代を軍楽隊に推奨せしめたのであるが、これには理由がある。君が代の歌は読み人知らずとして古今集に載せられ、和漢老英集にも見えている名歌で、鹿児島藩では何人でもこの歌を歌わぬ者がない。したがってこの歌は誰の耳にも慣れている。神社の祭式、神前の舞踏にもこの歌が用いられていた。そこで新たに軍楽隊に吹奏せしむるにあたって、何がよろしかろうとの合意の場合に、大山隊長らはその平成歌い慣れ聞き慣れている君が代がよかろう、千代にや千代にというめでたい意味は我が国の国体にふさわしいというので、ついにこれに決定して、ドイツ人の音楽教師にその譜を作らせ、それ以来軍楽家として用いることになった。しかしその譜の調子がどうも具合悪いので、さらにイギリス人に作り直させたのが今日の君が代の譜である。君が代の歌はこういう次第で、はじめ軍楽家として用いられたのであるが、後年これを国家として制定され、三尺の児童もこの歌を知らぬ者はないようになった。